まず自己紹介しましょうか。皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。暑い、暑いかも、暑いっすね、今日はね、はい、暑いかな、今日は暑くないっす、暑くないっす、めっちゃ汗かいてますけど、はい、緊張してるんで、緊張してるんで、はい、ご存知ない方も多いと思うんですが、教育系の動画をですね、いっぱい出しております。はい、自己紹介、あ、自己紹介ですね、はい、小場省の飼い主の細井と申します。大丈夫 YouTube で大丈夫、これ飲み会じゃないっすよ冗談って伝わらないかもしれないですよ。開成高校から東大の法学部を卒業しました、はい、もうそれだけです、はい、いやもうね、だってトップオブトップですから。いや、もう言う前に早く自分を言う僕はもう本当にね、ささやかな学歴なんですけども、渋谷幕張高校っていうね、千葉県にある高校を卒業して、千葉大学医学部に、入学してお医者さんやってます。まずやっぱり大事なことは、はい、漢字、うん、あとはまあ漢字を含めたその、まあ、言葉熟語とか、はいはい、その辺の知識がすごい大事ですよね、うん、やっぱり中学生の頃からそういう積み重ねがないと高校受験でも大学受験でもその読解っていうのにいけないんですよ。どんなにノウハウを持っていても意味がわからないんで書いてることの、だ英語だったら英単語を覚えるみたいな感じで、はい、その国語の言葉を覚えるっていうのは絶対にやった方がいいですね。今ちょっと勘違いしてたのが、はい、高校受験で漢字が大体その3問4問出るんですよ、はい、それの漢字の得点を取るための勉強ではなくて読解の時にすんなり入れるんです。オッケーです、オッケーです。違う、あの動画で漢字の勉強すんなって、はい、あの受験用の漢字の勉強って回転低いんで、そうっすね、そう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 、漢字対策だけやってろということじゃないですよ。よかったよかった、逆のこと言ったと思って混ぜたりは、そんなことはないです。そう、確かにあの漢字配点少ないんで、まあ、その対策ばっかりってのはなくていいと思うんですけど、読解のためにとか、そうです、そうです、ね、だから熟語の意味とかを例えばね、具体と抽象とか分からないと、もう読んでても何のことだか分からないし、で、ね、で大事なことはその覚えて暗記するだけじゃなくて、はい、その実際に自分で使えるって結構大事ですね、うんうんうん、その具体を説明しなさいって言ってもなかなか説明する機会ってないじゃないですか、はい、だから自分で書いて使ってみて大丈夫なぐらいまで意味を理解するっていうのをやっぱり高校生ぐらいまでにきちんとできるようになっていることをできない子だと、いざ国語の勉強の時に圧倒的な差が大学受験ではついちゃいますね。まあ、中学校でもそうですし高校でも参考書であるんですけど、キーワードみたいな、まずそれやればいいと思うし、あのお金ないよって人はそれこそ皆さん学校で必ず国語便覧って配られてるんですよ。国語便覧の最後の方にですね、4文字熟語とか古事成語とか、はいはい、あとなんかよく出る漢字とか、あと反対語とかいっぱい表になって載ってるんで、うん、それも証とかなんかでもひたすら覚えたら、うん、全然もうそれでもかなり違います。あー、はい、なるほど、ありがとうございます。いやけど本当に医学部受験でも、はい、最後ね、国語力なんですよ、なんでかっていうと、はい、まあ、小場所も言った通り漢字が書けない、はい、読めないっていうのは結局日本語を理解できないっていうところに最終的には帰着しちゃうんですね、はい、だから日本語が理解できないと、うん、数学も科学も物理も生物も理解できないんですよ。要するに同じ分量を読んだ時に、はい、取れる情報量っていうのが少なくなっちゃうんですよね。だからそこでね、どうしてもなぜか生物が伸びないのは国語力の問題っていうところに帰着する場合って結構本当にあります。へ、うん、確かに読み解けないとその参考書とか教科書を読んでも厳密な意味が分かってなかったりしますよね。そう、あと解説読めないとか、そうそうそう、解説読めないとか、うん、だから解説読めないと常に人から授業を受けなきゃいけないっていうフェーズになっちゃうんですよ。解説が読めれば自分で解いて自分で回答を読んで理解してっていう、要は自分のサイクルが回せるじゃないですか。こっちは早いですよ、当たり前ですけど、動画ね、もちろん苦手なところは見たらいいと思うんですけど、だからそれができないと圧倒的にね、時間的にロスしちゃうんですよね。大体半分ぐらいは数学が嫌だから文系です。いや、そうなんですよ。いや、半分ぐらいは実際そうです。俺言ってほしかった今。そう、でもう半分ぐらいは、まあ、例えばそのなんか、ね、弁護士になりたいとか、うん、まあ、なんか文学勉強したいとか、まあ、なんとなくそういうやりたいことがあってって言いますけど、下手すると7割ぐらい数学嫌で文系と言っても過言ではないかもしれないです、うん、まあ、統計取ったことないんですけど、はい、この肌感覚です。いやけどそれって結構その、はい、なんだろう、進路選択を外的な要因で制限しちゃってるかなと思うところがあるので、はい、やっぱりそれってもったいないなと思いますよね。もったいないですね、うん、まあ、やってできない勉強ってあんまりないじゃないですか。そうそうそう、まあ、確かにそのめちゃくちゃそのなんか満点取るにはセンスっていう部分はあるかもしれないですけど、入試で合格点ぐらいだと、まあ、やってできない
ないことはないので、うん、ね、本当例えば医学部行きたいけど無理だから文系とかって思ってるんだったら絶対やった方が僕はいいと思いますね。うん、はい、そう、文系の良さはこれちょっともしかしたら叩かれちゃうかもしれないですけど文系って正直あの一部のその特定の職業に就く以外を除いて大学が暇ってことぐらいしか僕メリットがないと思ってます。あ、そうなんですか。叩かれちゃうかもしれないけど。いや暇だと思いますね、はい、いやもう圧倒的に実験もないし研究もないし、まあ卒論あるって言うけど、いやどう考えたって理系の方が数倍大変ですし、やっぱり文系って基本楽だと思いますよ、まあ、例えばそれこそ工学部に入って在学中にあの司法試験の予備試験狙うとか、そう頑張ってる方もいるから全員がダメってことはないんですけど、まあ、ただやっぱ楽な面は大きいんですよね。だからその楽な時に例えばどっかの会社でインターンしていろんなスキル身につけたりとか資格取ったりとか、もうちょっとこう社会人の先取りみたいなことができる人は多分すごくいい時間を過ごせるのかもしれないですけど、なんとなく4年間遊んで、まあ、大学のブランドだけでなんとなく就職してってたと、まあ、なんか面白い人間にはなれないんじゃないかなって僕は思っちゃうんで、だ僕だから文系理系で迷ってんだったら基本理系行けって言うんですよ。文一行ってもね。で、もう絶対理系行った方がそのベースとなる専門が作るじゃないですか、はい、6年間頑張ればしっかり、ね、卒の修論まで書いて、そうすればね、こう、まあ、その分野で就職してもいいし、違う、まあ、文系就職って道もありますけど、まあ一応こうやっていけるんですけど、うちの動画でも基本的に理系を称賛してます。はい、だからこういう動画を見て、はい、先輩たちの話を聞いておくっていうのが本当にすごい意味があるとか。そうですね。いや YouTube 本当にいいっすよね。いやすごいだからその受験勉強もそうだけど、いろんな職業の話とかも見られるじゃないですか。いや、うん、あの教育系じゃない別ジャンルとして動画、うん、だから僕らの頃全くそういうのなかったんで、うん、だからもう本当に皆さんもぜひいろんな動画参考にしてほしいなと思いますね。いや本当にそう思いますね、はい、このお二人のチャンネルを見てください。概要欄貼っておきますので。ありがとうございます。小橋は本書いたらしいですから。あ、そうなんですか。はい、あの改正流ロジカル勉強法という本を、はい、あの9月なんですが、実はその前に細井先生の本を出されてて。お、ナイス、ありがとうございます、はい、いやいや、多分パスを出すことによってパス返ししてほしいんだなっていうのを察したんで、はい、ちゃんと返せよと。そうまあまあ、ほらね、こう作用、反作用の法則でね、こう現役医師が教える。あ、そうです、ね、現役医師が教える。教える、すいません、代理教えました。そうですけど、まあ、コンビですか。いや、そうそう、来年は、いや、違いました。そうすみません、いろいろありがとうございました。はい、いじりから始まり、真面目な話で終わって、いろんな話、ね、めっちゃ楽しかったです。いじりで終わるっていう、はい、僕はもっとハイさんと喋りたかったです。でもずっといじられてて。本当にありがとうございました。いやいや、ぜひまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。